ははい皆さんこんこにちは村長です今日はトゥーントラック社の Easy シリーズこれはとっても便利で時短にアレンジをできるツールとしてピアノとベースとドラムこの3つがですねありまして多分今聞いていただいてる皆さんも重宝に使ってくれてると思うんですけれどもこれをより早く便利に使う方法 それを今日はお話をしたいと思っています。村長ミュージックスタジオ。イー,ーシリーズは画面のところにありますように。このようにセクションを作っていけば。例えば長めのセクション。こうさえできてしまえば。この一個一個に。 音を入れていくというのはブロックを選択しましてそしてリプレイスミディこういうのをやってどんなグルーブがいいかなと思ってこのようにさえ聞けばセーブチェンジズというこのボタンを押せばこれで確定ができますとっても楽ですからひょい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 ですねこのように選んでいってそして切り替えていくと。 はい、このようにどん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 入れていけるわけです通常音楽には A メロとか B メロとかありますよね僕の場合は今スタジオワンのこのトラックに色分けしてやってありますこれを現実的にやるのにはですねこれちょっと消していきますねはじめが5小節目までということなのでこうやってここで 5のところまで引っ張ってですね次はここから、えー、13このようにしながら次は21こうしてブロックの大きさを入れてさえしまえればとっても便利なわけですこれがですね EasyKeysEasyBaseEasyDrammer3 今、三つのシリーズが出てるわけですけれども、三つのトラックがあれば、これを3回しないといけなくなります。いちいち、あ、次は21かな、次は30かな、みたいな、そういう時間が僕はもったいないと思いまして、僕がやっている方法を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、一旦消します。 イージーベースを開く前にこのようにありましたらこれを便利よくですね先にミディを一つ一つのセクションに分けておくということなんですこれはミディでも何でもいいんですたまたまこれは上のコードトラックから引っ張ってきたミディのデータです白玉の和音ですねこれが白玉の和音であろうとメロディであろうと何でもいいですこれをですね ちょっと高速は出しますね。別に早送りしてるわけではないんですけれども、こうやって選んで G のキーを押します。上のセクションを見ながら、こうやって G、はい。 このようにミディとブロックがちょうど対になったわけですね。ここからです。ちょっとスタジオワンユーザーさんには一つですね、イージーシリーズと相性の悪いところがあります。キューベースならもうこういう風にさえやっておけば、ここからですね、イージーベースを出しまして、ここに入れていくのは、この一つ一つのリージョンありますよね。これを このようにしてドラッグしてくるだけでいいんですが、スタジオワンからは MIDI の持ち方というのがちょっと特殊で、これができないわけです。ですから、一つ前もって作業をしておきましょう。前もって作業の仕方というのはですね、右側のファイルメニューのところを開けまして、ここにミュージックというホルダーがあります。 このミュージックのホルダーのところに新規のホルダーを作りましょう例えば MIDI のテンポラリーファイルということで MIDI テンプという風にしておきますここにホルダーができましたこのホルダーですねここにこのデータを放り込んでいきます順番に放り込みますその時に Alt キーを一度押してください そうでないと MIDI ファイルになりません。こうしまして、 こののように30秒ほどの手間ですね。これをさっささっさっとできるようにしましょうこうしておくとこの曲を作っていくのにとっても楽です例えば e a s y b a s をこのように立ち上げますそしてこのままセクション分けをしていくわけです下の方から順番に m、ID、i d ット m i d i というのとそして 2番目、3番目、4番目、5番目、6番目という風にできていますので、一番最初、無印のところから入れていきます。はい。このように入れました。次は2番です。2番を入れます。はい。3番。はい。えー、ちょっと、こう、見えるようにしておきましょうね。そして、小さめにしておきましょう。で、4番。 五番六番七番八番そして九番十番はい。 これでブロックが DAW のアレンジトラックですね。スタジオワンではアレンジトラックと呼んでいますけれども、これと同じ長さになったわけです。このようにさえすればですね、今度は Easy ドラマーを立ち上げたとします。この時にも同じようにこれを持ってくると、ブロックの長さでアレンジができるようになります。なんてことはない簡単な ことなんでですすけれども、このようにしておくとですね、右のファイルブラウザーからパッ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 と入れてきて A メロ B メロの長さにちゃんとなっているということなんで Easy シリーズのブロック分けがとっても楽になるということですまだ入れていない EasyKeys ーーーも入れてみましょう EasyKeys ーーーは今のところ ToonTrack では古いソフトです ですから先ほどからやったようなドラッグができませんちょっと見てみてくださいインストゥルメントの e a s ー Keys をここに入れますはいこのように入りましたが先ほどのように MIDI のドラッグをこのようにしましても MIDI が入りませんこれは多分使用上古い MIDI だからですでも方法がありますここに ピン止めをしまして画面に出しておきます。そして EasyBase ーーーを出します。このようにして EasyBase ーーーを出しておきますと同じ会社のソフトですからこのように全部選択をしましてこれをそのまま EasyKeys ーーーに持ってきます。Humanize の MIDI ということが出ますけれどもこれはこのままにしましてですね、インポートという風うにしましたら ミディがここに出るようになったわけです。でもこれではブロック分けができていませんよね。この時は一旦これを削除します。こういう時はブロックごとにしか持ってこれません。このように両方が見える形にしておきまして、そしてこのように入れるようにします。二つ目。 3つ目はいこのようにすればここに入れれることになります後のところはもう容量が分かったと思うんですけれどもこのように少しイージーキーズだけは応用力が必要ですが、まあ、このようにしてやっておけばちゃんとコードも出てきていますよねですから グループを選択しまして、こうですね。こういう風にしまして、今選んでるこのリージョン、ここにですね、右クリックしてコピー。これをしまして、今度はこれをペースト MIDI という風にすると、ここに MIDI が置き換えられたわけです。このようにしてやれば、 ちょっと音源をグランドピアノにしておきます。このようにできるわけです。お分かりいただけましたでしょうか。このようにして、トラックの A メロや B メロというようなアレンジ単位をこのまま、 イージーシリーズにさえ持ってこればとても時短でアレンジが作れていくそういう素晴らしいトゥントラック社のこの3商品を有効に使うために今日はお話をさせていただきました皆さんうまく活用しましょう村長スタジオでした